手は断裂の線に青木さんです。はい、男性が憧れるようなそんなライフスタイルを持っている男性にスポットを当てたこのダンディズム宣言、今日はサーフィンのダンディに密着しています。50代60代の皆さん、今からでも遅くはないんです。真っ赤なサーフボードを持って海を見つめるこの男性が今日のダンディ、武藤恒さん56歳。なんと年に100日以上も海へ通うという武藤さんから、今日は大人の男が楽しむにふさわしいサーフィンの魅力を教えていただきましょう。愛知県の渥美半島にあるサーファーの名所、赤羽海岸。ここが武藤さんの馴染みのサーフポイントなんですね。朝早くから続々とサーファーたちがやってきます。武藤さんもいました。人一倍早く到着していたようです。一体何時だと思いますか？おはようございます。おはようございます。今何時ですか？4時40分ですね。早い時は4時半ぐらいに夜が明けるので、その頃に入ります。早速準備です。納得いくサーフィンをするにはこの作業がとても大切なんだとか。ワックスがけの作業です。これ樹脂なんで、これないとツルツル滑ってこけちゃいますから、足の裏とボードをくっつけるためと。昔はよく間違えて裏に乗った人とかいろいろ問題あったからこの日は少し小雨も降り肌寒かったので、水着ではなくウエットスーツを着用。またこの日焼け姿がたくましいでしょ。56歳とはとても思えません。いい体です。まだ僕若いんで56だから、あと20年やって76じゃないですか。それぐらいまでいけるみたい。それみんな見てると87歳だったかな、一番上の人とやったのは。立派なサーファーですよみんな。そしてサーフィン仲間たちも海へやってきました。この方は仕事前、朝一番の波乗りを楽しみにやってきたそうです。サーフィンをする方々はとにかく早起きなんですね。健康的。そもそもサーフィンというのはハワイで生まれました。その理由はどこよりもいい波がやってくるからと言われています。1778年、キャプテンクックがハワイを訪れた時に、ハワイの人が海で糸の上に立っているのを見て大変驚いたと日誌に書き残しているほどなんです。ちなみに日本にサーフィンがやってきたのは今から40年ほど前のことです。楽しいのと気持ちがいいんですよね。僕たちが学生時代、平凡パンチっていうのがすごく受けてた時代でして、平凡パンチはよくね、サーフィンの話題を取り上げてたんですよ。で、まあ男の週刊誌だから、これをやったらモテるとか、まあ要はそういうことでしょ、かっこいいとか、もうみんなそれに憧れて最初は入るんですよ。だけど波に乗った瞬間にそういう不純なことを忘れて、結構純粋なサーファーになっちゃうんです、みんな。そうなんです。武藤さんは純粋にサーフィンにハマって、数々の大会で優勝、日本一にも輝いているんです。そんな武藤さんの魅力に取りつかれ、写真を撮り続けているカメラマンがいました。どんなハードな波でも果敢に挑戦していかれるから、それは素晴らしいです、はい、だからいい写真がたくさん残るんです。北村さんが撮影した武藤さんです。どうですか？さて、そんな武藤さんの本業はというと、何だと思います？実は日本で有数の古美術商なんです。サーフィンをしている時の顔と仕事の時の顔、印象が全く違いますよね。古美術の中でもペルシャ古美術では日本一の実績の持ち主なんです。仕事も趣味もトップを目指します。仕事中に波いいぞとかってメール送ってくる人がいっぱいいるんで、あ、どうしようどうしようと思っちゃうから、そういう時一番ストレス溜まるんじゃないですかね。でも非常にいいリズムでいい波が続く時あるんですよ、3日でも4日でも。そういう時は毎日続けてきちゃうから、そういう時はね、3日間が限度ですね。最近毎日8時間の波乗りを3日間続けるとちょっと疲れが来るんで、そうするとしばらく2日ぐらい休んでまた来ると。武藤さんは伊良湖最大のサーフチームのオーナーでもあります。彼の腕と人柄に惹かれ、メンバーは今では150人に広がりました。
長さんですか。すごい大きい波でもいつも全然若いゴンマケに乗ってて、年を感じさせないサーフィンをいつまでもやってません。若い子に負けてないですからね。海大好きで。年はあまり関係ないですね。決して若者のスポーツじゃないね。日本でサーフィンが始まった頃は若い人しかやってなかったんですけど、そういう人たちがみんないい年になってしまったんで、今駐車場でちょっと一声かけたら集まるのはみんな40代50代あるいは60代なんで、そういうのを見てて、全く初めてサーフィンを始める人もいるし、20代の頃やってて遠ざかっててまた40代になって戻ってきてる人たちもいっぱいいます。ではそんなおじさんサーファーをちょっとご紹介しましょう。この方なんとお年65歳です。2年前にサーフィンを始めました。はい、その他にもねユニークな方々たくさんいらっしゃるんですよ。例えばこちらの方はお寺の和尚さんなんですって。そうですか。まあ仲間がおるでしょう。ああいう年寄りがいなかったら多分やってないと思う。サーファーの楽しみはいろいろありますが、仲間たちとワイワイ美味しいものを食べるのもその一つなんですね。この大盛り天丼はサーファー仲間の自慢の一品なんだそうです。下にご飯入ってる。この量は最高でしょう。あと海入って上がって、この大盛り天丼で詰めていただければ大丈夫です。ビッグエバーはこれ怖いな。さて食後は潮風を受けながらのお昼寝。まあ朝3時起きですから無理もないですよね。でもお昼寝の後は夕方ごろ再びサーフィンを楽しむんだそうです。あの36年間やってて飽きていません。毎日波が違うんで飽きようがないんですよ。朝起きて波を見て昨日の波と一緒ってことはありえないんで、またゼロからその日始まると思えば飽きることはありえない。武藤さんは何歳まで現役でいられるかただいま挑戦中です。海はね、舐めてもいけないけど怖がってもいけない。自然の中にいてね、自分で自然と仲良くできてるなって思う瞬間がやっぱりいいんじゃないですか。それダンディだと思うな、男としては。海は舐めてもいけないけど怖がってもいけない。自然と仲良くできることこそダンディ。すみません、あの両脇の男性、はい、かっこいいな、かっこいいな。今中さんはだってあの市民釣りで海には行かれていますよね。あ、大丈夫ですよ。海あまり入んないですけどね。福さんタチウオ中心ですか。タチウオ知れてないで。でまたあのサーフィンというのはあの若者のスポーツだと大思いの方もいらっしゃるかもしれません。私もそうだったんですけれども、実は50代60代からでも始められるスポーツなんですよね。また非常に手頃でして、ボードは10万円から20万円ほどなんですけれども、まあ一生使えます。それから独学よりもスクールで基礎を身につけた方がいいということでした。地元のサーフィンショップなどを訪ねればそのサーフィンスクールを紹介していただけるそうです。毎日同じ波はないっていうのは深いですね。そうですね。いかがですか40代としてそろそろ。ほんとかっこよかったです。元気漏れてますね。これからもオンとオフをこう分けるってことがこれだけこう高齢化社会になってくるから、全然お顔は違いましたもんね、仕事中とね。若さの秘訣は自然との触れ合いかもしれません。以上ダンディ武藤さんでした。ここまでありがとうございました。